どうも、節約系 YouTuber、レゴチューバー、レゴラジです。日々のね、節約っていうものをね、頑張っていてね、サブスクをいっぱい解除したりね、レゴを買うのを我慢したりね、我慢できないんだけどね、つうことでね、一応ね、チェックだけはしてるんだよね。で、欲しいものはもちろん買うんで、これからもね、レゴは買うんだけど、いや、卵高いね。でさ、入荷も少ないんだって。で、今日スーパー行ったらさ、卵売ってねえの。で、隣のローソン行ったら売ってて、しかもローソンの方が安かった。そんなことあるんだね。で、そう。ローソンでさ、なんか今、限定のハンバーガーみたいなのあるんでしょ？それ、そんな話はどうでもいいんですよ。ですね、今日もね、レゴ社さんのツイッター見てたらこんなの流れてきてね。なんかこれ前もって情報あったよね。レゴ商品を23,000円以上お買い上げの方に引っ越しトラック。引っ越しも考えた方がいいよね。元気出していこうか。そう。動画出してなかったけどね、動画撮ってないわけじゃないんですよ。動画ね、今3本ボツになっております。引っ越しトラックだ、もらえるんだって。詳細見ていきましょう。2870円。これは違うね。このぐらいの値段の商品なんだね。製品番号40586の301ピースね。で、わお。すんげえ可愛くないこれ。引っ越しトラック。ミニフィグ2体ついてんだ。23,000円以上で1個もらえる。つうことで、2月21日、今日からか。そうなんだ。で、3月3日で在庫がなくなり次第だって。これは、縛りないんだね。何買っても、いいんだね。これレゴストアでもやってんのかな？レゴストアもさ、行くの我慢してるからさ、とりあえず BTS と、あと何買うんだっけ？あとはあれか、3-in-1 のあれも買おうと思ってんだよね。あとは、ミッキー関係だよね。ミッキー関係ね。ミニフィギュアシリーズ出るみたいね。つうことでね、23,000円買えばもらえるんだって。何買おうか。いや、我慢かな。もう最近さ、こういうセットってさ、なんかメルカリで売ってんじゃん。なんか4,000円。最初さ、5,000円ぐらいになって、だんだん下がって、これのセットだったら多分3,000円ぐらいで落ち着くのかな。でね、もう最終的にはね、安くなってても売れないっていうね、そういう現象が起きてるんだよね。あれは何なのかね。セットを買って、これがいらなくて、これだけ売ってるんじゃなくて、これ込みで計算して利益出してるのかな、転売で。バカだよね、ほんと。たまにね、そういうのも買ってるかもしんないからな、自分もね。いいんだけどさ。なんだかね、お金のことばっか考えてるとね。でも絶対利益出ないよね。レゴは寝かせなきゃ無理だよね。今出てる既存の商品で転売したって絶対無理じゃん。なんでなんだろうね。ポイントとか込み込みでちょっとずつ利益出してるってことでもう絶対納税してないよね。レゴの転売なんてさ、絶対さ、年間1000万なんてすぐいっちゃうじゃん。ってことは消費税も納めてないよね。捕まれ、全員。全員捕まればいいんだよ。あとね、古物、中古になるからね、お店で買ったものをね、メルカリとかで売ってたらさ、中古になるから、古物商だって必要じゃん？そんなの絶対取ってないじゃん？捕まればいいんだよ、全員。古物法違反と脱税で全員捕まればいいんだよ。これだ。これもいいね。VIP のみ。世界の不思議。いいね。いや、喋りたいこといっぱいあるんだけどさ、その没動画でいっぱい喋っちゃってさ、もう一回同じこと喋んの嫌だなとも思うけど、喋ろうか。今ですね、前回かな、海の動画上げたんですよ。レゴしようと思って外で。で、今ね、毎日ね、6時ぐらいに朝起きて、7時ぐらいからね、ドライブじゃないよね。仕事の前に外でレゴできる場所探してんだけど、そのドライブの動画は撮ってるんだけど、実際にレゴを組み立てるとこまで行ってないんだよね。朝早すぎてさ、駐車場がまず空いてないじゃん？で、パーキング止めんのもバカらしいじゃん。で、駐車場付きの公園を探してるんだけどね。なかなかいいとこないんだよね。なのでね、関東はやだな。神奈川でね、ここいいよっていうとこあったらぜひ教えてください。人の迷惑にならない範囲でね、やるんで。できれば椅子とテーブルがあるとこがいいんだよね。そしたらね、そのままレゴ組み立ててね。で、9時、10時になるとさ、人増えてきちゃうからさ、迷惑になっちゃうけど、朝早く、7時ぐらいからね、やってるよ。こいつ何やってんだって通報されるかもしんないけどね。そんな感じで、レゴできる場所を今、絶賛探しております。あとはね、やってほしいレゴ、積みレゴ一回紹介する動画 やろうかな。それいいよね。積みレゴ紹介して、この中から、公園でやってくださいっていうのを選んでもらえるね。買えないからさ、今レゴさ、もうほんと節約して、今日だって卵節約してさ、で、なんだ？そう、もうウォーターサーバーのさ、在庫もやっとなくなったから、ウォーターサーバーももう解約しようと思って。あんなもんいいよ、もう水道の水で、と思って。それででも、年間何万だからね。1ヶ月に、4、5千円ぐらいなのかな。だから、そうだよね。水道の水飲めばいいよね、もうね。日本の水道水は安全です。あと何解約したかな。そう。さっき気づいたんだけどね、スイッチの、スイッチオンライン。あれも解約しなきゃと思って。でもあれ解約すると、スプラトゥーンも今やってないか。もういいかなと思って、でも子供も入ってるから、もういや、子供、もういいよね。スイッチやらないよね、きっとね。やるか。とかいろいろあって、なんかいい節約方法ないですかね。電気代でね、プレステ5買えるんじゃねえかっつうぐらいの勢いでね。すごいよね、電気代。ちょっと聞いてみて、みんな。電気代どんぐらいだったか。びっくりするよ、多分。普通に電気代、電気とガスか。うちは別だから。オール電化じゃないからさ、電気とガスでプレステ5買えるぐらいいくよ、多分。で先月がさ、もうそれに届きそうなぐらいだったから、今月怖くてまだ見てないけどね。とんでもないよね。本当にね、ライオン騎士の城がね、買えるからね、余裕でね。とんでもない。だからもうこれからもね、節約系レゴチューバーとして頑張っていきますので、ぜひともチャンネル登録、あとはね、いろんな動画見てやってください。何の話だっけ今日。なんだっけそう、トラックだ。もういいか、それは。ということで、なんかいい公園あったら教えてください。おつらじ。